はい、これから、サビ砂利を入れていきます。全然分かんなかった。ああ、ごめんごめん。全然分かってなかった。ごめん。一応ここにグレビレアっていうのが植わってて、石を多めに置いてます。で、これがユッカのカルネロサーナっていう木になりまして、まあこれはね、そのうちずっとまっすぐ行くんで、下のこの石の大きい石を入れる割合っていうのが大きくなって、ここはこうずっと寂しいままなんで、ある程度大きい石を入れてた方がかっこよく見えますね。これがアガベベネズエラっていう、植物、アガベですね。で、これもうわっとボリュームが大きくなってくるんで、あんまり近くにすごい大きい植物を株元とかに置いてもあまり意味がなくなっちゃうんで、こういうところはあまり大きい石を目立って置かずに、脇にね配置していくっていうのがいいと思います。はい、なんでね、こっちもう一回見てもらっていいですか。こっちはね、ずっとこのまま幹肌が見えた状態なんで、ちょっと大きいのを合わせていくっていう感じですね。はい、で、こっち、はい、ここは柱、内輪サボテンが、内輪サボテンがこうふわっと大きくなっていって、ちょっと大きさが取れていくようなイメージで、その時に足元が寂しくなるんで、ここは大きい石を合わせて入れてあります。で、ここが
オバティフォリアのフロスティーブルーっていう青めちゃめちゃ青くなって大型品種っていうかちょっと大きくはなるんですけれども、まあ、こっちのウチワサボテンが大きくなってこれが大きくなってもそんなに違和感ないですね。でポストの隣にこれがユッカラン、これも将来的にはこう上に大きくなっていくメインツリーとして今回植えてあります。3本ですね。でこれ近くいいですか。でこれが3本あるときは結構ね葉っぱが密集して干渉してると1個体に見えちゃうんで、なるべく剪定して綺麗にして1本1本がこう綺麗に見える方がこう隙間の間感とかあって綺麗です、はい。でここら辺もちょっと大きい植物を置いて、でこれに関してはこう一番ここ見てもらっていいですか。ここ見える？ここがすごくもう結構ね年季が経ってる感じでかっこいいです。これがねどんどん上に上がってきて、ここもメインになるっていうのをバランスを考えながら配置してます、はい。で最後にね下草とかちょこちょこっと入れて作っております。でここいいです。ここの石を入れてるんですけど、結構ね最後叩いてこうやって綺麗にはしてるんですけど、まあ石とかもともとね自生してるような場所ってきっと綺麗にはなってないんで、ちょっとね野蛮にこうちょっと膨らむとこがあったりしても立体感とか自然っぽくなっていいと思います。なんでね綺麗にやりすぎると変な風になっちゃうんで、まあ綺麗にやりすぎず遊び心を持って作ってもらえればなと思います、はい。今回の旅行はこんな感じですね、はい。ということで最後番外編ありがとうございました。ありがとうございました。新しい手袋で楽しかったです。はい。